先週プロ12年目の今宮健太選手が節目のヒットを放ちました。引っ張った、レフトへ、通算1000本安打達成。今宮選手おめでとうございます。ありがとうございます。はい、なんだですね、達成した心境を聞かせてください。今年達成したいなという思いはありましたし、にしてもちょっと遅すぎたなと思います。これから一歩のも積み重ねて、まあ、何本まで出るかというところを挑戦していきたいなとは思います。プロ3年目で待望の初ヒットをマーク。その後もヒットを積み重ねてきました。持ち味は何といっても守備でのファインプレー。今やチームに欠かせない選手へと成長しました。しかしダイナミックなプレーは、身長172センチの小柄な体に負担がかかっていました。3年前から度重なる怪我を抱えながらプレーを続けていました。この一つのきっかけで、結構頻繁に怪我をするようになって、そのままもう全力で走って出ることもなくなったり、なんかこうショートを守ることもなくなったりするんじゃないかなって思ったようなところもありましたけど、まあ、今年は今年でその、まあ、体調面に関しては昨年よりもその前よりもいいのかなっていうのは思いますし、怪我と向き合いながらも全力プレーは絶対続けるってことですよね、はい、そこのプレーっていうのはやっぱりなくしたくないなっていうのは思いますし、そこをなくしてしまうと自分がなくなっちゃうような気がするので。プロの世界で全力プレーを誓ったのは今からちょうど12年前。この日ホークスからドラフト1位指名を受けました。合同自主トレ行きたいと思ってます。俺の時はもうめちゃめちゃ嬉しかったですね。ああそうですか、はい、一生に一度だ、まあ、当時の目標とかあったんですか。でもプロ1年目の時はいや当時はなんか大きいこと言ってたなと思ったりする。はっきり覚えてないですよね。もうなんか言ったなと思って。それでは当時のビッグな発言をプレイバック。これからどんどん成長して小さな巨人と本当に言われるように、まず2000本を超えて、またその上を行けるように、目標を高くやっていきたいと思います。なんと新入団会見で2000安打を公言。ということは今はまだ折り返し地点ということになりますね。計算的に言うとあと1000本10年かかっちゃうんで、はい、これがたまたま国防ヘッドがお話しいただいたときに、はい、さんも多分31歳ぐらいですかね、僕より遅かったらしいんですけど、怪我ばっかりで最初は31歳ぐらいから2000本に到達したっていう話をされて、でヘッドもそこで、いろんなトレーニングをしたり、そこから怪我なく試合に出続けられたっていう話をされてましたんで、ちょっとそこを参考にやっていけたらなというふうに思います。本当に体がボロボロになって、野球をやめるっていうのがベストではありますけど、まあそういったこともいかないので、しっかりとこれから1年でも長く怪我なくやっていきたいなとは思っています。